ザ・シェフの、イベントとしまして来月12月の19日月曜日から、25日の日曜日まで、ディナータイム限定で、3品を椿食堂で提供させていただきます。で今日は、その原作者である、鶴木田先生にいらしていただいてお料理を実際に私が作って召し上がっていただきました。でそのお料理の紹介と感想をちょっとこれから恐る恐る私聞いてみたいんですけど、よろしいでしょうか。ありがとうございます。非常に、はいはい、僕もとっても楽しみにしてて、ね、僕自身話としては41巻でまだ700話ぐらいですかね、はいはい、700話ぐらいの中の、ね、その中の厳選された3つの作品の3つの料理ということで、はいはい、非常に楽しみにして、食べさせていただきました。そうですね、まあ、最初、まあ、ちょっとオーブル的な感じで豚肉のリエットっていう、ものをいただきました。ど根性サラダっていうね、椿食堂さんの名物のサラダと一緒に、なんていうんですかね、日本だとねパテみたいな、料理っていうのは言ったりするのもあると思うんですけど、はい、まあ、それとまたちょっと微妙に違う、これもフランス行った時に実際に、それもちょっとどこだったか覚えてないんだけど、はい、でもまあ実はリエットだっていうことで、はい、なんていうかな、食感もちょっと違う、非常になかなか馴染みがないかもしれないですけど、うん、でも今は結構私もリエット作り続けてきたんですけど、今回ほど真剣に作ったことはないですはい、そうね、だからこの漫画の中でできるのが微妙な、はい、まあ、今回のって全部実はみんなね、そんな作り方がすごいなんか難しいとかって言うんじゃないけど、うんうん、でもその微妙な感じっていうんですか、どれもルートもね、後で出てくるやべやそのマルジョレもみんなその微妙な感じっていうのが、多分再現するっていうのは多分難しかったのかなっていう気はしてますね。二、はい、つ目 の、 ビストロ座屋台っていう、はい、メニューさん の、 ブイヤベースを私選んだんですけど、もともと自分でもお店やりたくて、こういった店舗を構えるのがなかなか難しいかもしれない、その辺のガールです、はい、で屋台だったら本当に当時私も流行ってるのを見てたので、はい、できるかもなって思ったところでした。昔だからちょっと文的になった、うん、ちょっと館内とかね、今その後森のフレンチみたいなのが出てきたけど、うん、はいはいはい、当時のなんか走りみたいな、実際に屋台のフレンチっていう、はい、割と大衆的な感じのでやったっていうのがあって、はいはい、確かに本人もね、どっかにあって、そこに取材に行って実際食べた記憶があります。そう、ちょっとでもまあなんかこれはちょっと意外というか、うん、あ、ね、なんか改めて、うん、ブイヤベース語源の見立てると、見立てるとブイとアベゼ、そうだったなってもうすっかり自分では忘れてる基本的に僕は自分が書いたらほぼ忘れるんで、みんなびっくりした時だけど、なんかね、前番組でやっぱり漫画のあれを再現するみたいな、僕審査員やったんですけど、はい、いろいろその中のセリフだとか料理のあれだとか世界のレベルのやつとか、あとか全部、はい、全部覚えてるんですよね、回答する人って、はいはい、俺は全部忘れてるんですよそう、だから全然なんか回答を正解なのかどうか俺が忘れてるんだよ、分からないみたいな、だでも本当ファンの人って、ね、はい、ありがたいです。すごい、私も本当に全部覚えてるんです、一番最後の、はい、ガトーマルジョレーヌの3品目なんですけど、はいはい、私もこのシェフを見てピラミッドに行ったんです、はい、で実際にバスに乗って田舎の道をずっと夜ですね、真っ暗の中心細い思いで行ったんですけど、実
際に私は食べれなかったんですけど、はい、あのこれを見てあの調べて作ったりしました当時、はい、これは本当に僕は今でもなんか、ね、世界一のケーキのスイーツだと思ってるんで、その時に実際に食べて初めて知って、うん、それからどうしてもこのネタで話を書きたいと思ったので、ね、ここで書いたんですけど、まさかでびっくりこれやるって聞いた時にびっくりした、まさかもう一回かと思われず例の幻のケーキスイーツを食べられるとは、ね、全然夢にも思ってなかったんで、ねまあ、別にあの専門じゃないと思ったらね、おっしゃるのすごいです。いやこれはでもそのね本当に僕もなんか別に料理に全然詳しくないんでどこがどうっていうのはうまく言えないんですけど、あの本当にその時の35、6年前に、うん、食べた時に、うん、僕の中ではすごく再現率近いなと非常に思った素晴らしい、はい、味でした。ありがとうございます、はい、以上の3品を、12月の期間中にアラカルトで提供しますので、ぜひ、ザ・シェフ松坂匠のお料理を食べに来てください。はい、ぜひ食べに来てください。お願いします。ありがとうございます。